お尻かわいい。え、お尻ほんとかわいい。やばい。今回ね、主なルールはね、2つ。はい。はい。1つはね、90秒縛りです。90秒で描かなきゃいけない。うん。もう1つはググってはいけない。だから完全に記憶に基づいて描かなきゃいけないという。わお！その2つのルールを、ルルルを。ルル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 ルに基づいて、描かなきゃいけない、ね。最初のお題何にする？柴犬のお尻。柴犬のお尻？うん。おーよーい、スタート。オッケー。お尻ちゃんと完成させてね。お尻かわいい。オッケー、完成させた。お尻は私完成しない。助けて助けて、ちょっと待って、ちょっと5、4、3、待って、ちょっとちょっと、あ、できた。はい、ストップ。どれ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 やー何これ、かわいい、かわいい、なんで私の可愛いでしょ。可愛い。ウケる。何これ。おもや柴犬ですらないよ。何これ。柴犬じゃんね。じゃあお題ね。ルイージ。難しいよ。いける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 、頑張る。オッケー。いいよ。いい、うん、いくよ。ルイージ。よーい。あ、ちょっと待って、やっぱり私は今思ったね。あ、ちゃんとセットされてんのかなってできてなかったやっぱりやっぱりな。よし、行くぞ。今度こそ行くぞ。今度こそちゃんとやる。よーい、スタート。ルイージってどんなやつ？マリオよりは痩せてるのかな。なに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 、なんでもない、なんでもない。なになになに、間違えて M って書いてる。表示されない、表示なかなかされない。どれ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 。ねえ、なになんかさ、髪の毛ないし。だってほとんど帽子かぶれ隠れてんじゃん、髪の毛とか。だって髪の毛あるじゃんよ。耳もない。なんかこれさ、パンでありそうじゃん。パン、うん、ルイージパンみたいな。なんか作れそう。まあ、形だったら。まあまあまあ。いける。面白い。でも、うん、まあでも確かに、あの、この目のちょっと青い感じは、ワタさんの方が合ってるね。あと鼻の下のひげの形もワタさんの方が。似てるでしょ？俺のひげどっちかというとマリオのひげだから。確かに似てる。悪い意地じゃないこれ。え、似てんじゃん。 色こそ違うものの悪い意地だって。え、そんなことないよ。悪い意地だと思う。悪い意地スウィーナーウィーナー。悪い意地、うんうん、やめなさい。ワーハハハ、ワーリオスウィーナー。次キティちゃんがこう。キティちゃん、オッケー。オッケー、じゃあ。いいだよ。いける？うん。時間セットしたよ。いいよ。行くぞー。よーい、スタート。
3、2、1、はい、ストップ。無理。ひげなかったね、確かキティちゃん。あったっけ？あるよ、ひげ。あれ？違う違う、ひげあるんだよ。な、あるの？マジか。かかなかったよ、ひげ。え、嘘みたい。どれどれ？どれどれ？結構上手く影だと思う、ね。ほんとだ、色ないけど。上手いでしょ？かわいい。ちゃんとキティちゃん。ホタテくんのは、なにこれ。前より可愛くなった。前より可愛くなったのかな。なんかドラえもんみたい。ハローキティのポップコーンはいかが？みたいな感じだよ。なんかね、ちょっと違う。え、でも本当に言うんだよ、うん。ハローキティのポップコーンはいかが？ハローキティのポップコーン。うん、なんかあるんだよ。あれ思い出すな。なんかあのアンパンそのアンパンマンのポップコーン工場みたいなやつ。そう、それのキティちゃんバージョンがあるんだよ。ぐる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 。ハローキティのポップコーンはいかが？みたいな感じのやつ。受けるー。ダン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 。ね、次脳みそ加工。脳みそ。なんかさ、脳みそってすごい個性出そうじゃない？まあ、よーい、よーい、スタート。脳みそってお尻みたい。え？今日の名言。脳みそってお尻みたい。なかなか脳みそにならない。え、これ脳みそっぽいかな。なんかさ、任天堂のゲーム。 あと25秒。うん、え、きつ。やっぱピンクの方が可愛いかな。ピンクだよね。健康的だな。え、ちょっと顔描いてあげよう。あと10秒だよ。いいよ。これでいいかな。5、4、3。あ、うまい。はい、ストップ。なんだかんだうまく描けたかも。マジか。なんで脳みそって。なんか急に。な、どういう。なんか急に浮かんできたかも。おお、どう。ほんとだ、顔の中になってるでしょ。あ、うまい。うまいでしょ。これはうまい。うまいでしょ。描けないかったもん。よっしゃ。私の脳みそやばくない？だってこれ脳みそとしては俺の方が勝ちじゃない？うん、なんでこんな真面目に描くの？さっきまでさ、すごい柴犬とかさ、やばかった。全部真面目だったから。全然真面目じゃなくて。全部真面目だよ。柴犬やばいじゃん。真面目だよあれ。何あれ、ウケる。お題、何にしましょうかね。え、なんでもいいよ。なんでもいいよ。ホタテくんの嫁のスイカちゃんとかよ。いや、そうだね。うん、スイカちゃんだね。でも嫁だからすごい可愛く描かないといけないね。よし、スイカちゃん可愛く描いてやろう。やばい。スイカちゃんでいくぞ。助けて。スイカちゃんでいくぞ。スイカちゃん、いい？大丈夫？めっちゃ可愛く描いちゃうから。俺の嫁なんだからね、可愛く描いてね。うん、ホタテくんもちゃんと可愛く描いてね。ちゃんと可愛く描くよ、嫁だもん、うん、裏切らない、だよ。行くぞ。うん、よーい、スタート。あと10秒。あ、もう色。あー、色全然塗れない。色ー、あー、終わっちゃうじゃん。3、2、1。 あ、くそー、髪しか塗れなかった。大丈夫、俺よりだいぶ可愛いはずだから大丈夫。なんかね、やばい、ちょっと割とやばいかも。いや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 、え、スイカちゃん可愛い、ね、可愛い、可愛い、やだ、超可愛い。嘘。
見せて早く。やだ、可愛い。見せて。そんな可愛いスイカじゃない。もうやだ。超可愛い。どれどれ。可愛い。どれどれ。あ、可愛い。そっちのスイカちゃんの方が絶対可愛い。ウケ。なんか前髪とかどうしたの？可愛い。でもちゃんとさ、うんうん、特徴は掴んでるね。なんかさ、ちゃんと可愛くしてるよね。とりあえずスイカちゃんは可愛いっていうことだな。そうだね。うん。可愛いね。結果スイカちゃんは可愛い。何するの？じゃあホタテくんが飼っている、うん、布オーガスト、うん。オーガスト、オッケー。かいっかいてねちゃんと。うん。柴犬みたいにしちゃダメだよ。え？可愛く描くぞ。じゃあかいっていい。うん、いいよ。うん。いくぞ。いいよ。よーい、スタート。あと8秒。わあ。なんか違う、助けて。いいよ、これで。はい、終了。やばい、なんかもう全くオーガストじゃなくなっちゃった。ちょっと気がそれた。いや、俺顔でかく描きすぎちゃってさ。うん。なんかとんでもないことになった。え、見たい。空飛んでる、本当だ。なんか間違っちゃった。あ、俺左右対称ミスった。ずっと左耳ずっと曲げてるつもりがこっちから見て左曲げてた。え、そう。あ、そういうことか。そう、左耳がちょっとくるって折れてんだよね。そうそう。そう、なんかずっと左耳を折れてるつもりがさ、左右対称なの忘れ、かわいい、ミスって右になっちゃった。え、なんかかわいい、これ。え、かわいい。え、かわいい、なんか。でもなんかさ、体と顔の色がめっちゃ違ってやばい。そう、なんか、だってなんかサイボーグみたいになって。あたがしおりさん、わたさん、時間あったらめっちゃ甘いからな。マジで？わたさんが描いたオーガスト、ほら。ほら。なに？ほら、過去動画に編集して載せてるけど、ポンって今どっかに載せてる。ほら、うまい。うまい、やばい。うまいよね。これでもなんか、どうなんだろう、でも結構時間かかったのかな。ね。わかんない。割と時間かかったかも。へえ、うまいよね。なんでそんなうまく描けんの。イエーイ。あ、ちなみに、わたがしゆりさんが、俺の誕生日に描いてくれたスイカちゃんの絵がこっちです。めっちゃ見せてる。で、スイカちゃんが持ってるのがオーガストです。かわいい。かわいい。かわいい。だからうまいんだよ、渡辺さんは。いい、恥ずかしい。